の方が人数多いですね、大浦から古川、今シーズンも初得点。川島選手守りましたね、はい、古川合わせた、アリエフ両者一歩も譲りません。第1クォーター、古川さあスリーポイント、なんと4分の4、これがメイト、リフレクションがあって広瀬取れない、伊藤取り返して古川オープンでのスリー、古川スリーポイント今日7分の6、走っている古川へ、そしてもう一度大浦オープンからのスリー、いやータッチがいいですね、全員いいですね今ね、本当に。第3クォーター渋谷の、まあ、プレー全体エナジーがある、古川です、これを見ていただくと、ハイポストでのワンウェイジャー、ギャビン・エドワーズがつきます、古川にスイッチ、古川のロングスリー、開いてしまいましたね、古川いいですね、まあ、出ると必ずこう適切なリズムにゲームを落ち着かせてくれますね。そうなんですよね、ここはうまく入っていきました、ワンウェイジャー、これはうまい2名ゲームでしたね、ゾーンもやむを得ないですからね、秋田がゾーン継続、はい、ギャビンゲドワーズ、スキップパス見ていました、古川ターンオーバー、田口グリーン右ウィングからのスリー、秋田も仕掛けますからね、古川取り返しました、入ってきたデイビスキックアウト、田口へグリーン中空いた、あっとちょっと滑った、4秒3秒ですが、古川アタック中空いた、いいドライブですね、はい、古川一旦下げます、ディフェンスを広げた、自分で入っていく、エルボーからのショット決まりました、2点、2点差です。強い秋田とこの得点能力がどこからでも取れるっていう群馬がどういった形で古川ゲームを作っていったというか、はい、なる場所っていうのはディフェンスの見方がしっかりできてますよね、なんかそんな嗅覚を感じるんですかね、はい、もう一度古川、いいですね、群馬苦しくなった、キーナ選手はポストにディフェンスが2人来るってことが分かったので、ドリブルつく前にもうパスアウトしましたね、はい、あーコースを変えた、うまい、古川、秋田このセカンドチャンス生かしたいですね、はい、キックアウト、なんとか残した古川、ここで決めきった、そしてバスケットカウントワンスロー、本当にうまくファールをもらいながらですけど、まあ、予想しながファールを予想しながらのシュート、今 50% 入ってますから、はい、古川この位置で変わっていけない決めた、これ彼の得意なプレーですからね、スクリーンを使ってこう動きながら奪い返すか、譲りませんでした、秋田デイビス、そして完全に、古川ファール、古川もらって沈めた、グリーンのピックを使ってベースラインドライブから外、中山、さあ古川が空いた、スリーポイント来た、逆転が来た、古川が厳しくいきます、かわしてパスにしました、奪いました、秋田時間を使わせました、ナイスブロックですね、古川選手、中古川合わせてきました、再びジャンパー、おーこのようなシュート今日は当たっています、古川高利です、古川中入ってきてこのミドル、今日古川このような形のシュートいいですね、デイビス、古川がもらいに来ました、古川中挑んでこのショット、おー見事、先ほど入った川島から中古川が入ってきてパスにしまして、ワンウェイジャー、ワン選手よくあそこ中野がつきます、さあ田口自分で行ってパスにしました、古川一人かわして中入る、パスは出さずに自分で点にしました、再び12点しましたね、そうですね、ワンここでワンフェイク、田口選手にパスするっていうようなフェイクを入れたので、はい、思わずディフェンスはそちらの方へ、ダブルチーム行った、なんとかパスにして、そしてアイバーソンゴールしたダンク、再び12点差、ここは新潟アイスディフェンス、古川どうだ、いやー来ましたね、決めてきた、さすが古川ですね、リバウンドはここは
秋田です。中山、古川どうだ。秋田、今日は来てますね。ネットだけ。川島、古川へ、そしてつなげた。おリングが揺れて自分が立ち上がれないデイビス。古川へ、古川、ここはスクリーンを使ってディフェンスとのディフェンスはいる中で、サノバ奪った中山、長谷川、古川、古川ドライブ連続得点、しかもバスケットカウント。エアーズ、あーっとここは長谷川が奪う。さあ3対2、古川、古川来た来た。残り2秒、古川が行くか、古川決め切りました。第2クォーター終了、ブザービーター。アイバーソンの壁使って古川のスリー、これが来る。今菊池選手が少し下がってたんですよね。古川、古川が自らこのツッ、難しいシュートでしたね、はい、秋田の攻撃で試合再開しています。アイバーソン、そして古川が打っていく。古川がここは打たせていいですね、はい、逃しません。今だと古川、まだ今日フィールドゴール当てっぱなし。おー、アイバーソン、いいスペーシングでしたね。田口が左のコーナー、田口、古川に気持ちよくスリーが打たせたいんですが、これはどうか、やっと来た。あー、アウトナンバーになってる。3対2の今状況、古川は中使って、よく見てた、中、アイバーソンのダンクです。長谷川、古川、テイルスが離れていった。ここで古川来る。これは素晴らしい、これは大きい。素晴らしく激しく行こうとはしています。ボール古川、コースのスリーもあった。このジャンパー、タフショット、しっかり沈める。さすがです。グリーン動かして古川、ちょっとずつ今10秒切ったところ、時間使いながら古川のジャンパー、タフショットですが入れてきます。はい、時間も使った上での2ポイントですけどね。まあ本当まさに獅子奮迅です。フェイボール、ハイからロー、これはアイバーソンからでした。古川選手見事でしたね、はい、ダブチミタうまく剥がしてパスにしました。さあ古川です、はい、ワイドオープンからスリーは打たずにドライブしました。うまくフェイクを入れて点にしました。はい、はい、さあ川島、古川が中に入ってきました。自分で行きます。その古川にはつきます。右のコーナーから古川、古川のスリーでデイビス。古川、古川、このショット、うん、タフショットだったが決まりました。いいですね、はい、あのレギュラーシーズンが大事になってますよね、はい、勝ち切るっていうことであったり。古川、古川のスリー、きたー、決まりました。いい形ですね。古川2本目のスリーが決まりました、はい、古川の先ほどのスリーです。レジンキも手を伸ばしていました。古川のスリー、